はい、いきますよ。せーの。はい、どうも、ヒデさまのジャマイカです。今回はですね、知りたいを形にするシリーズのですね、復活版第5弾の方でちょっとやっていきたいと思います。ということで、今回いただいた質問なんですけども、偏差値ですね、偏差値。偏差値に関する質問をいただきまして、アサルトライフル、スナイパーライフルとか、いろいろな武器において、偏差ってどのぐらいあるんですかとか、偏差値ってどうやったらちょっとやりやすくなりますかということで、今回はね、偏差値のちょっと検証をしていきたいと思います。距離ごとにですね、距離ごとに 100m、200m、300m とか、その距離ごとに偏差値どのぐらい必要なのかをちょっとね、やっていきたいなと思っております。で、今回なんですけども、とりあえず長くなっちゃいそうなんで、まず今回だけはアサルトでやっていきたいと思います。アサルトのドットサイト打ちでちょっとね、やっていけたらいいなと思っております。多分ね、この動画長くなっちゃったら、他の、多分次か次の動画ぐらいで、多分スナイパーとサブマシンガンとか多分ね、偏差値やると思うんで、ぜひそちらもね、見ていっていただけるとありがたいです。ということで、皆さん、いきますよ。せーの、やっていこうじゃないかー。ということで、いきましょう。よし、ということで、早速ね、検証をしていくんですけども、今回ね、このサブアカ君を使ってちょっとね、やっていきたいと思います。で、こいつをですね、こいつを走らせます。要はですね、こういうふうに、ちょっとサブアカ君を走らせまして、あ、閉じた。走ら、シュールだな。走らせまして、で、これをですね、メートルごとにちょっとやっていきたいと思います。で、まずは、この場所に一旦ピンを刺しまして、僕のいる目の前のところですね。これですね。これにピンを刺しまして、大体でいいっしょ、これは。この辺は。で、こっから100メートルぐらい離れますと。で、まずはね、ちょっと検証100メートルぐらいでやっていきたいなと思っております。ってこと、こんぐらいかな？全然ちゃったわ。あ、こんな遠いんだ、100メートル。へえ。オッケー。てか、大体100メートル。大体100メートルぐらいで、ちょっとやっていきたいと思います。偏差値。で、今回はですね、先ほど言った通り、ドットサイトですね。いったドットサイトのみ、アサルトのドットサイトのみの検証をまずやらせていただこうかなと思っております。多分ね、長くなっちゃうんでね、多分砂とか、サブマシンガンとかの偏差は、また今度動画上げるかもしれませんということで、早速ね、やっていきますよと、準備します。ということで、いきますか。アサルトライフルの偏差値、どのようにしていくのかと言いますと、いきます。大体敵が、ここですね。はい。ちょっと今敵のね、前ぐらいで撃ったと思うんですけど、今このぐらいで撃っていく必要があるんですよね。これ偏差値なんですけど、知らない方多分いらっしゃらないと思うんですけど、こういうこと始めたての方とかね、これを見て学んでください。この偏差値がですね、とても大事になってきます。敵よりも、走っているならば敵よりも、数歩前の場所を撃っていく必要がありますよということで、もう一回ちょっとやっていきますね。じゃ、続きましては、偏差値なしで体に直接打ったら当たるのかっていうのをちょっとね、やっていきたいと思います。ということでいきますよ。はい。通り過ぎるときに体の部分で、はい。今ね、体が来たところでちょうど打ったと思うんですけど、これじゃね、当たらないんですよ。これじゃ当たらなくて、はい。ここ、OK。はい。2、3歩じゃないな。1歩だな。1歩。100メートルだと1歩です。100メートルだと1歩。はい。1歩先。100メートルだと1歩先を打てば、敵に、偏差値弾を走ってる敵に当てやすくなるよということですね。もう一回1歩でちょっとやっていきますね。1歩。はい。1歩です。はい。で、敵はもちろん、その一発当てた時に止まるってわけじゃないので、走っている間にですね、この走っている間に、撃って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 ってしなきゃいけないので、こういう動きですね。こういう動き。この横に移動していく動きが必要になってくるので、これの練習は、射撃場とかで行うといいんじゃないかなと思います。なんかこういう線とかを見つけて、なんかこうやって横向きに撃っていくと偏差値の練習になりますので、そういう練習の仕方やってみるといいんじゃないかなと思います。どこに行くんだい、サバカ君。でですね、偏差値って武器によって結構ね、変わってくるんですよ、偏差が。偏差がね、武器によって変わってくるんですけど、多分100メートルぐらいやったらあんま変わんないんじゃないかな。ちょっとやってみますね、クゴ式で一旦やってみまーす。スタート。来た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 。はい、1歩。はい、多分変わんないですね。100メートルぐらいだったら、特に武器によっても、変わらないかなって感じですね。とりあえず敵の一歩先を、100メートルだと一歩先を撃つ。
といいんじゃないかなと思います。はい、ということで続きましてはですね、ちょっと 200m 離れてちょっとやっていきたいなと思います。 200m にまでなると結構ね、難しいよね。結構打つのが難しくなってくる。 200m で走ってる敵アサルトライフルで抜けたら結構強い人って感じじゃないですかね、多分。ちょ、こんなちっちゃいんだ、見えますか、これ。見えます？はい、これです、これ。ここにいるんですけど、まあ、ちょっとね、これで次はね、やっていきたいと思います。ということで、はい。さあ、ということで、続きましては、200メートルですね。200メートルやっていきたいと思います。はい、いきます。走ってます。さあ、来た。よいしょ。これだと早いか。これだと早いね。ここ、オッケー。まあ、多分、大きさ的に、まあ、2歩先ぐらいだったかな、今。多分ね、2歩先ぐらいだったと思う。これね、でもね、ダメージね、この距離だとやっぱあんま食らないっすね、アサルト M4。ドリンクで回復レベルぐらいしかね、これ多分食らってないですね、アサルト。ダメージが減少してるんでね、やっぱり。なんか昔ダメージ減少どのぐらいするのか、距離のダメージ減少どのぐらいするのか、確かに検証した気がするんだよな。ちょっともう忘れてるけど、確か動画出してますね。まあ、ぜひ気になる方見ていってください。ということで、もう一回 200m 走っていきまーす。さあ、2歩先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 。ここ、OK！ 2歩先ですね。2歩先。で、この2歩先で 200m でも安定してなんかこうやって偏差打ちをしていく必要があるので、まあ、この偏差打ちも覚えていく必要がありますね。はい、ということで続きましては 200m 久保式でちょっと打っていきたいと思います。この辺から若干差が出るんじゃないかな。まあ、でもね、差が出るっていうのは若干だと思うんですよね、多分。若干。いきまーす。来い。来た。ここ、OK！ まあ、あんま変わんない。あんま変わんないかな。あんま変わんないんだけど、多分ね、誤差ぐらいのね、差は絶対あると思うんですよね。なんかあんま変わってなくない？うん。あんま変わんないと思う。あんま変わらないですね。だからあんま意識しなくてもいいのかな。あんま意識しなくてもいいのかな。でもなんかね、銃によって弾速の速さ、弾速、弾の速さがですね、結構変わってくるので、まあね、結構ね、偏差打ちも必要になる。違った偏差値が必要になってくるときがね、結構あると思うんですけど、200m じゃ変わんないのかな、多分。変わらなさそうですね。はい。ということで、続きまして 300m 行きたいと思います。さあ、ということで、300m 地点に来ましたよと。はい。見えますでしょうか？こいつです、こいつ。こいつです、こいつ。めっちゃちっちゃいね。もうこれ当てられたらもうやばいよね。これ、この300m 走ってる敵を倒せたらもうガチで、もうマジモサなのっていい。本当に激モサなのっていいと思う。ということで、早速やっていきたいと思います。まあ、さっきの計算から言ったら 100m が1歩、200m が2歩、ってことは 300m3 歩ぐらいかな、多分。いきまーす。よいしょ。来い。来た。3歩。当たんねえ。 むずい。これむずいぞ。ちょっとね、何回かやっていきます。3歩。当たった当たった当たった。大体3歩ぐらいっていい感じでいい？これ。大体3歩ぐらいって感じでいい？これ。はい、ほら。大体3歩ぐらいじゃなかった、今。多分。だから 100m 増えるごとに、偏差値は1歩増やせばいいって感じですね。100m が1歩、200m が2歩、300m が3歩ぐらいなので、まあ、大体そんな感じでイメージしていただけると、やりやすくなるかなって感じですね。まあ、あとは練習あるのみなんで、残りは練習をしていくといいんじゃないかなと思います。よし、ということで、AK を持ってきましたよということで、早速ね、ちょっと、この子を走らせていきたいと思います。多分だけど、AK って弾速が遅いから、M4 より弾速が遅いので、さらに偏差値が必要になってくるんですよ。だから、もっと前で打たなきゃいけないって感じになるはずなんですよね。ちょっとやっていきますね。よいしょ。さあ、知らないから大丈夫かな。お、はい、今見た感じ見ましたでしょうか。今当たったの見ましたでしょうか。結構偏差あったでしょ、これ。結構偏差あったと思うんですよね。どんぐらいだろう。もう一回。はい、ここ。はい、こんな感じですね。まあ、3歩よりちょっと前ぐらい、3.5歩ぐらいかな。 ちょっと M4 より偏差あるかなっていう感じ出ません、これ。ああ、大体同じだけど、若干違わない？なんか、ちょっとだけ。うん。
若干 AK の方がやっぱ弾速遅いかなっていう感じするんですよね。今のが AK ですと。で、続きまして M4 ですね。はい、当たった。どうすか どうすか。はい、ああ、こんなもんか。やっぱ AK の方が若干偏差必要な気がするんですよね、多分。300m ぐらいになるとやっぱり効果が出てくるんですかね。それとも、クゴ式と M4 は変わらないのかな。ちょっと 200m でちょっと一回 AK やっていきたいと思います。さあ、ということで 200mAK ちょっと一旦やっていきますね。AK、あ、AK、はい。AK、はい、今のです。で、M4 は、はい。あー、変わんねえな。なんか変わってる気がしねえんだよな。200m ぐらいだとやっぱ変わんないのかな？ AK も M4 とかも。多分変わんないっすね。200m 2歩ぐらいで、200m は2歩ぐらいで多分いけます、やっぱり。M4 も AK も。300m ぐらいから偏差値にも若干差が出てくるかな。銃によって差が出てくるかなっていうイメージですね。今やった感じ。ってことは、50m くらい？ってことは50m くらいだったら、まあほぼ偏差値いらないって感じになるのかな、多分。多分そうなると思うんで、ちょっとね、見ていきますね。多分50メートルだったら多分ね、ほぼ偏差いらないと思うんだよね。はい、いきまーす。はい、いらないですね。50メートルだったら偏差ね、ほぼいらないです。で、100メートルぐらいから一歩前に打っていくっていう必要があるかなって感じですね。はい、結果そんな感じです。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、こんな感じですね。偏差値のやり方は、まあ、こんな感じでイメージつかんでいただけるとありがたいかなって感じですね。まあ、あとはですね、多分質問で結構いただいてたんですけど、初段を当てるやり方みたいな感じで多分質問いただいたんですけど、今回のこの動画でね、多分初段の当て方大体分かったんじゃないかなと思います。まあ、初段っていうのは最初の一発目の弾ですね。打った一発目の弾を当てるってことが、まあ、結構攻略行動重要になってくるんですけど、まあ、それによってね、偏差値とかも横にスライドしていくやり方とかやりやすくなったりするんで、まあ、今回のこの偏差値を覚えて、この偏差で、まあ、この初段を当てながら、もうキル速を早めていくっていう練習をね、していっていただけるとありがたいかなと思います。ぜひ皆さんも実践でね、この偏差値やってみてください。ということで、この動画役に立った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画をアップしていきますので、もし不快でなかったらチャンネル登録、高評価の方を下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいということがありましたら、ぜひコメント欄の方からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。